ロリ熟女ロリ熟女って出ておりますけど、一番僕と感覚がそっくりなんですよ。あのね、うん、それはなんとなくわかる、うん、盛り上がるな、なぜかこういう話になるな。だからまあちょっと熱くなっちゃうんだよ俺ら、先導されちゃったよな、うん、ごめんね、ヒカルと後ろの試写会へようこそ。こんにちは。いやいや、始まりました、今回もね、はい、しっかり腹ごしらえもしましてですねもうなんかこう、いくらのおにぎりをねバンバン食べてるんですけど、いつも言ってますけど、このスタジオというか会議室はめちゃくちゃ狭いんですで、僕はね、もう食べ物の匂いが大の苦手なんです。なるほどなるほど、わかります。僕も人のはちょっと苦手です。もう飛行機の中とかでご飯とかね、ファーストクラスとかプレミアムで出るのもあれも嫌だし、ある時、新幹線の、グリーン車でね、551食い始めた人、あー豚まんとかね、そういうのあるよね、ある本当にあるわあるわって今なんだよだから本番中に食べなくていいじゃん。あのね、本番中に食ってないですよ、合間に食ってますから。あと先生、はい、ちゃんと昼とか食べましょうって。やだよ。いや、僕が普通ですよ。俺は、例えば麻雀の番組で朝から夜9時10時までの収録がありましたって時でも、絶対途中で食べないですからね。僕はカロリーメイトをカリッてやるだけそれで持たすんだから昨日の晩何食べちゃうんです、吉野家、吉、その前が、串カツ田中は、いいです。これまた面白いのが、串カツ田中が入ってるビルが、うちのマンションの2メートル先ぐらいで、もうほぼ同じに近い、俺クラス出前館頼みますからね、そこ行かねえんだ行かない、出前館のね、人が多分ビビると思うんだよね、さあ行こうかってなった時に、え、ここみたいな感じでお店に一人で入るのが嫌だからとかね、みたいな方もいるじゃないですか、だったら分かるんですけど、別にそうじゃないですもんね。いや、それもあるかな、串カツ田中とか特に、お酒も出すとこだから、そこは、時間によってはもう、ブワー、うわーってなってる。じゃあ分かりました。じゃあ次回以降、じゃあここであのなんかデリバリーしましょういや俺もね、だから嫌です、絶対嫌です。ここで食べない、お昼過ぎなんです入り時間が。だからそれまでに済ましてください。とにかくこの会議室で物は食べないでください。食べます俺が嫌なの53歳のみんなから大御所とかベテランとか言われてる僕が嫌なんです。じゃあだって、じゃあ、あれ、外で食べますよ。じゃあ分かりましたよ、外で食べますけども、一緒になんかここで食事とかしながらね、親睦を深めていく。それは終わってから行こう。それなら行く、食事から。終わってから行こう。終わってから食事なら行く。終わってから行く、たまに行こうよみんなで。俺おごりますよ、ね、おいいっすよ、行きましょう行きましょう、店いっぱいありますもんね。うん、全然いいっすよ。軽くね、軽くね、まあ3、40分くらい3、40分くらいは行きますよ。で、お金だけ置いて帰るから。たまにはおごられたいでしょ、おごってばっかなんだからさ。で、いざとなったら、これでやっといて、ほなってこともある。いや、それはないですか。30分は絶対います。30分はね、礼儀としてさあ、そんな礼儀正しい2人がお届けしております試写会でございますが、果たして今回はどんなゲストが来ていただいてるんでしょうか、はい、早速 VTR 見ていきましょう。お願いします。おはようございます。奥さん、牛尾さん、ご無沙汰しておりおはようございます。はあ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 、レオちゃん、はい、お久しぶりでございます。僕もすごい久しぶりね。ロリ熟女ロリ熟女って出ておりますけれども、ね、露出多めのね、はいはいはい、はい、そういう角度からも、需要がある。まああんま言いたくないけど、お綺麗な方ですよ。ああ、はっきり言って、あのね、礼儀とかじゃなくて本当にそう思うから言うんだけど、はい、あんま俺が言いすぎると、はい、なんかもうややこしいんだよね。なんかいろ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 ややこしいから、本当はもうレオコポンって呼んでるぐらいなんだけど、レオコポンです。レオコポンのことめちゃくちゃ素敵な人だって思ってるけど、ちょっとあんま言わないわ、抑えるわ今日は。
よくわかんないですけど、なんか嫌な気持ちになったりするの。なんで？なんかこのプライベートで。みたいな感じになることがたまにあるんで、だちょっと今日は抑えめに。抑えめに。森本涼子さん言ったらだから後輩じゃないですか。でも、うん、森本さんはねパチンコの方だから、はい、でもまあ同じね百夜書房のね中の同じ百夜書房っつってもパチンコとパチスロ全然違うからね。まあまあ、まあ、わかるんですけど、だから接点自体は そこまでないんだけど、うん、たまに共演するぐらいで、うん、でも本当に素敵な方でね、はいはい、名前もいいじゃない。森本涼子って今時の人20代の人多分分かんないと思うんだよね意味が。これは森本レオさんという、はい、あのね、昭和の俳優さんの、ね、そうそうそう、あの文字入りというか、うん、そういう風になっておりますよ皆さん、はい、さあ見ていきましょう。38歳ロリ熟女森本レオ子です、よろしくお願いします。自分で言うのと言っては見たものの、多分沖さんも牛尾さんもロリ熟女が全く浸透してないと思うんですけど、はい、最近ちょっとここ2年ぐらい自称で言ってまして、あの一旦受け入れてもらえると助かりますということでですね、今日はこの私の実践を沖さんと牛尾さんがモニタリングしているとのことなんですけど、やっぱこの人に見られてる仕事をしてるのに人が見るってことがなんか分かって打つのってすごい嫌ですね、うん、同業がな、特に奥さんと牛尾さんみたいな、あの目の肥えたというか、多分ちょっとしたこのせこさとかあざとさとかもこう見抜きそうな人にこう見られるっていうのはすごい嫌で、どうにかして断ろうと思ってたんですけど、スケジュールが空いてましたし、あとあのここまで結構なんかこう大物の皆さんが出てきててですね、お前断るんかいはちょっと気まずいので。なるほど、来ました。 あるよねそういうの。それだけでも褒めてもらえるとと思います。すいません、私は本当にあのお二人とそんなに接点があるわけじゃないので、まあ奥さんはちょっとこうね、元内縁の奥さんを介しての情報でしかないですし、あの牛尾さんに関しては多分10年ぐらいお会いしてないんじゃないかなと思うんですよ。多分10年ぐらい前のジャンバリの収録以来だと思うので、どうぞお手柔らかによろしくお願いします。はい、はい、それではですね、花の刑事黄金一戦打っていきたいと思います。まあ、新花3のちょっとスペック違いということで、3時9で当てて2分1で4500発スタートで、ダメな方の2分1だと300玉と、めちゃめちゃこの乗るか反るかの台なんですけれども、やっていきたいと思います。電撃バイバイ嫌だ、いいあんま好きじゃないです。先読みチャンス入れましょう。先読み入れる、先読みチャンス、あと私あー 3D も切りたいです。そつないね、なんか 3D 切るとき こっちのボタンで押さなきゃいけない、ザ・パチンコライター、これがよくわからないっていう、ほい、OK、先読みチャンスカスタム入れたの で、あの何か先読みが絡めば7割方当たります。いやでもなんか見られてると思うと本当緊張しますね。すごい苦手なんですよ、昔からこの勉強してるところとか仕事してるところとかをこう誰かに見られながらやるっていうのがすごい苦手で、だから今もこの背後に沖さんと牛尾さんが立って見てると思うとちょっと怖いですね。二人ともね、タッパがあるんで、なおのことをなんか想像するとちょっと圧迫感が今ありますね。久しぶりだな。一人でただ打って喋って、特に実践の目的もないっていう収録がほぼないので、だから、なんだろう、最近だとやっぱこう、YouTube とかでね、活躍してやられてる若い、まあ若いといっても30ぐらいだと思いますけど、磯丸くんだとか、寺井くんとか、タナチューとかとこう仕事をさせてもらうと、やっぱこうなんていうんですかね、 身が一個こうピッとするというか、みんなやっぱ真面目だしおしゃべりうまいし面白いし、やっぱそうだよなと思うんですよね。その牛尾さんも奥さんもめちゃめちゃそのやっぱ一流ライターじゃないですか。お話もうまいし、あの書くことも面白いし、視点も面白いし頭もいいしですけど、本当の一流ってパチンコライターとかスロットライターの人ってすごい一握りだと思うんです。なんだろうな、今までねやっぱそのバブルとかもあって一握りじゃない人がこうめちゃくちゃうまいことやれてきたと思うんですけど、
やっぱ最近のネット系でこう体制してきた人と仕事すると、やっぱ本来ここまでできないとダメだよなって思うんです。 あちょっと待って、青保留だ。だからね、ちょっと私もね本当頑張らないとなって最近思います。さあ花でぎじれん、青堀でも当該かな。当該か、当該か、うん、なるほど。あーちょっと待って、これカスタマイズ入ってないじゃん、これ。なんだよ、なんでそんなこと言ってたんだっけ、忘れちゃった。そうだから、その今ネット系とか YouTube でね活躍してる人って常に一人喋りじゃないですか、うんうん、まあ、だからたまたまその試写会のこのアップの動画も大崎さんのやつを見たんですけど、まあ、大崎さんも YouTuber だし、やっぱこう自分で喋って自分でこの動画のメリハリつけて、ここが盛り上がりの子だったところにこう全集中してっていう、こう波をね自分で作るわけじゃないですか。大崎さんの見ちゃダメっすよ。あの作業がねやっぱりできないんですよ。今日はあれなんです、その苦手分野だったりできない分野だったりの仕事だから、ちょっと緊張しちゃってるっていうのがあって、私緊張するとちょっとこうやりすぎちゃう嫌いがねあるんで、悪いし、あの修正と言いますか、言ってるだけだよ。だからちょっと今日はあの落ち着いて控えめにやっていこうと思います。女性のライターさんって皆さん以来になるんですか。皆さん以来になるんだ、すごいプレッシャーですね。A かさん、大御所だと。私だって本当中途半端なんですよ。だからあの本当正確に女子ライターの中での位置づけを考えると、ほんと中の上だと思うんです。自分のことこれを言うとコメント、はい、自分で中の上っていう人珍しくないですか。僕は、うん、あの A2 だと思ってますよ。 A2 っていうのは A1、A2 っていう意味で、 B1、B2 という4階級ある中で、僕は A2、B1には落ちてねえと思う。絶対落ちてないですでしょ。落ちるっていうか そこには行ってないです、この方は。僕のこと言ってる。あ、自分のこと、自分のこと言ってる。自分のことが A2 だと思ってる。はい。何言ってんの、牛尾さん。何を言ってんですか。A1 でしょ。お A1 でしょ、あなたは。いや A2 っすね。あのね、あの沖さん、これは、はい、あの僕割とそういうの俯瞰で見れるんで、はい、あのA1 です。これ間違いないです。いや、僕こそ A2 っすよ。いや、あの、ちょっと黙ってもらいます。はいはいはい。奥さんは、はい、あの A1 です。じゃあ、クリアンは？あー体調崩さなきゃ A1 みたいなのがありますよね。あ、なるほど。しょっちゅう入院するから、ね。そうですね。で、あの A2 に降格してくるみたいな時ありますよね。うんうんうん、じゃあ、森本さんはなん、どこなの？A2 なんだ、うん、まあ別にさ階級とかどうでもいいじゃん、うん、そういうのはいいよ、まあね、だからデブ界の痩せ、デブ界のそれ好きだよね。よくわかんないんだよね。いやいや、わかるじゃないですか。いやいやいや、それを嬉しそうに言う気持ちがわかんないんだよ、うん、いやほらブーヤンブーヤンとか言ってくるからね、うん、だって豚だもん、どう考えても。ただそんなデブ界においては、うん、痩せです。痩せだもんね。そういうことで、嬉しがるね、はい、それをね、はい、女子ライターの中での位置づけを考えると、ほんと中の上だと思うんです。自分のこと、これを言うとコメント欄でお前は下だとか言われるんですけど、なんていうんですか、その売れっ子ランキング的なことで言えば中の上です。これは譲りたくない。そう思ったら、その大御所ってくりだったらもっといっぱいいるし、新谷さんだとか、それこそね、あでも内野の奥さん厳しいかだったりとか、リッキーさんだとかいるし、その今勢いのとか人気のとかになると、やっぱそのペロリナちゃんだとか、それこそ五十嵐さんだとか、あの夏美ちゃんだとかいっぱいいるわけじゃないですか。あ、水木さんか。そうか、水木さん。あ、ちょっとね、なんかどの立ち位置で喋っていいかわからないです。どの感じで呼ばれてるかわからないから、その呼ばれる番組とかによって結構その自分が背負わなきゃいけない役割が変わってくるので、私は本当その振る舞いだなんだを全部現場に合わせてるんですよ。あんまり自分がないんで、私はこうだからこう映りたいんだみたいなのがないので、うん、あーまた赤ふすましまったけども、先読みはないかな。なるほど。沖さんと牛尾さんって本当にすごい遠いんですよね、私。あの、なんだろう、関係性的にあんまりその一緒にお仕事ご一緒させてもらう機会がなくて、沖さんが2、3年前ぐらい
にパチテレのあの番組にゲストで呼んでもらって出て、でその前とかになると下手したらその面白い人々とかじゃないかなっていう、あんまりこうねゲストをこういっぱい招くような番組やられてないからあんまり会う機会がなくて、でもやっぱ私沖さん好きだから緊張しちゃうんですよね。なんか多分あのうまいよな、違ううまいよな、違う、これこの後ちょっとまだ聞いてないから、はい、何言われるかわかんないけど、うんうん、実はね森本さんって、うん、多分何百人もいるパチンコパチスロ業界の僕の知ってる知り合い関係者、はい、同業者の中で一番僕と、はい、なんつうんだろうな、波長が合うというか感覚がそっくりなんですよ。あのね、うん、それがなんとなくわかる、うん、上品でインテリで賢い、うん、地頭良いし、でね、その何がやっぱ求められてるとかとかを人に合わせ、ね、そのポジションとかみたいなのとかね、うん、そうで文章とかもね、うんうんうん、多分後で言ってくるかもしれないけど、僕がすごく尊敬してる町田光先生という、はいはい、芥川賞の作家の方いるんですけど、はい、大好きで、あその辺のねこう 文学的なっていうか、うん、文字に関するセンスとか、はい、映像に関する映画とかのセンスとか本当にそっくりで、本当はねもっといろいろこうコミュニケーション取ったら、うん、めっちゃ仲良くなれると思うんですけど、お互いそのまあそこはっていうのも一緒なの。あのそもそもの、うん、その出というかがちゃんと学校卒業してちゃんとその出版社に就職して、うん、で出版社の編集って多分彼女とかの取材とかでも結構狭きもんだったはずなんですよ ね、なりたい職業ランキングとかでも常に上の方だった、うん、上でした、はいはいはい、出版社の編集部とかね、うんうん、でそこの競争を勝ち残って、でパチンコパチスロのライター演者の中で雑誌のね、その編集を経験してるやつって実際多分ほぼいないですよね。あんまいないですもんね。めったに絡まないけどね。はい。ここはね、強く言いたい。僕と同じタイプの人間です。それはでもなんとなくもう分かる。はい、うん、でもやっぱ私、沖さん好きだから緊張しちゃうんですよね。なんか多分あの、例えがちょっと良すぎるかもしれないんですけど、あの、アンタッチャブルのザキヤマさんが、まっちゃん好きすぎてまっちゃんと一緒に仕事するとくそつまんなくなるみたいな、なんかんそれに近いものだと思ってもらえるとすごい嬉しいんですけど、めちゃめちゃわかる。なんかね緊張しちゃって喋れないんです。牛尾さんと本当に昔多分ジャンバリのなんかこう勝ち上がってって最終的に結構でかい賞金もらえる系の番組で多分ご一緒させてもらったことがあって、だからその時まだ私もライターになってそんな何年も経ってなかったし出産前だと思うんですよね。なんかその時にこうどう喋っていいか分かんなくて、なんだろう、なんか結構ガツガツ言った方がいいかなと思ってやりすぎちゃったかもしれないなって反省してます。なんか今思えばねそんな必要なかったのかなと思うんですけど、なんかこうなんかやらな、私はやらなきゃいけないってちょっと気負いすぎてたのかなと思いますね今思えば。なんか当時の努力は全部無駄だったんかなと思うことが結構ありますよ。なんかやっぱ今の方がなんか丸くなって良くなったってすごい言われるんですけど、うんうん、今どっちかってその頑張ることやめたんですね。あやめて、悪く言えば全部手抜きになってなんかそっちの方が良さそうなんです。こっちの方がなんかちょうど良さそうなんで、なんかねそれがなんかこうそうしてると思えば、昔ちょっとやりに行かなきゃと思って気負ってたのが全部間違いだったし、あとやっぱその毒舌キャラみたいなのがそのついちゃってたので、なんか言わなきゃと思って、なんかね、でもさああいうなんかその毒舌とかなんとかってすごい大物の人に行くときはもうそれでその成立しますけど、同じぐらいの感じの、なんか例えばその女性ライターさんとか、その昔でやっぱ10年ぐらい前の話なので、ちょうどそのライターバブルとかがね始まってきて、コンパニオンの女の子とかグラビアの子とかがその稼げるとかでパチンコにこう流れてきてた時期だったから、なんだろう、私はそんなに正直どうでもいいというか何とも思ってなかったことだったりするんですけど、なんかパチンコ愛もないくせにパチンコに来てよみたいなね、そんな話になってこう誰かが代わりに叩いてくれればなみたいな空気がちょっとあったりとかしたから、なんか飲まれて言っちゃったかもなと思いますけ ど今思い返してみたら
大体の側にもそんなにパチンコ愛ある人そんな多くないよっていうね。今や多分その元々グラビアとかねやってた子の方がポイントポイントでね、本当に若い時20代前半の時とかで苦労してるからいい子だったりしますよ。だから牛尾さんなんて本当だからその1回か2回ぐらいしか多分ご一緒したことない気がします。でもそのすごい好きですって言うとなんかこう、ね、変な感じになっちゃうかもしれないですけど、やっぱ面白いですよね、ものすごいね。本当なんかこう入り口のところですけど、やっぱ結婚誤解してるってめちゃめちゃすごいなと思いますもん。あとその私牛尾さんで一番好きなのは、あんまりこの怒ってる時とかもなんかこう抑揚がないところが好きで、あ、いやいやいや、大崎さんがボロクソに言ってもこう淡々と淡々と怒ってるじゃないですか。私やっぱこう急に声大きくなったりその怒鳴ったりするこの波のある人がすごく苦手なので、俺もあそこの牛尾さんの話し方がものすごく好きなんですよね。だから絶対モテるだろうし、その結婚するってなる人とならない人の違いをすごい知りたいんですよね。だ結婚するってなったら早いじゃないですか、はい、その1年も2年も付き合うわけじゃなくもうすぐ結婚ってなるときに、この人とは結婚ってそのなんでなんだろうっていうのがめちゃめちゃ知りたいです。おはようも。これはまあ結婚って、したい人とするものが結婚だとは思ってなくて、こう結婚できるときに付き合っている人とするのが結婚なんじゃないかなと。あら深いこと言いますね。ああだって遡ってみたらって小学生とか中学生ぐらいのときに、もしかしたら、うん、そのテンション的にテンションマックスのことを付き合ってたりすることもあるわけじゃないですか。なくはないですね。ただ結婚できないじゃないですか、はい、法律的に、うんうん、そうだから結婚できる体制が整ってる時に付き合ってる人とするものなんじゃないかなと。あなたの考えは面白いね。いやいやいや、これに関しては、はい、でましてや僕と沖さんに共通して言えるのは、うん、まあ付き合う結婚するっていうところの境界線がすごく薄い。薄い。そう。薄いのプラス離婚に関しても、はい、そこまでハードルが高くない。全く多分普通の人よりもね、はい、っていう価値観が僕はものすごく共有、はい、共感できるんだけど、はい、一般というか世間の目から見ると、うん、もう気が違ってる人たちになるわけですよ。あのね、感覚として何回も結婚と離婚を繰り返す理由は一つです、うん、お金です。え、どういうこと？どういうこと？要はみんな離婚できないのって、うん、あるいは結婚できないのって、うん、金銭的に余裕がないからこれ。金銭的に皆さん余裕あったら、うん、もっとバンバンしてます、うん、本当に言っちゃったそれ。ただ僕は最近どっちかっていうとなんつうんだろう、牛尾くんみたいに振り切れてはないです。昔言ってたそのコンビニのアルバイトの面接感覚で、はい、はい、やりましょう、はい、はい、ダメでした、はい、はい、次、うん、で感覚はもうないよ、さすがに。沖さん、俺だってコンビニの面接ではないですよ。いやいや、でもなんか言ってたじゃん、オランダにチューリップ見に行くちょっと面倒くさいぐらい面倒ビザね、取ってね伝説の名言を残しましたけど、オランダにチューリップ見に行く、俺はオランダにチューリップ見に行くぐらいの面倒くささじゃないと思う。もっと大変なことだって僕は今思ってますから、おいそれとはしませんし、そんな約束もしません、はい、僕は。 なるほどね、はい、それだけは言っときます、うん、でまあまあもう僕らもうここまで散々こなしてきましたんでね、まあね、まあもうそれでね、はい、はい、結果出てますんで、はいはいはい、うん、盛り上がるな、なぜかこういう話になるな。だからまあちょっと熱くなっちゃうんだよ俺ら、先導されちゃったよな、うん、ごめんね、まんまと、うん、うまい、レオポポンのトークのさ内容がうまいんだよ、うん、こっちが熱くなる話をわざと振ってんだよ。さて2枚目入れましょうか。まあ足りる足りないと言えばちょっと足りないんですけど、まあ正直ね今時のパチンコすごい荒いんで、そんな6時間5時間のね実戦なのにそんななんか足りる足りないとかいうのマジ野暮です。ほんと展開に恵まれない時とかどうしてんだろうと思いますもん。やっぱ1回1回のね収録でその動画アップして数字が如実に出るわけじゃないですか、 YouTuber って、はいはいはい、大変ですよね。でまたなんかその数字が動画のこう質となんか連動するでもなしなので、うんうんうん、面白いのに伸びないものもあれば、
面白くないのに伸びてるものもあるし、ああいうのやるせなくなるだろうなと思いますもんね。やっぱね、大崎さんとかに会うたび、まあ、YouTube の話とか聞いたりするんですけど、大崎さん本当にノイローゼになってるもんなと思って。でもそれでもやっぱ大崎さんもってしても、やっぱあんなにこう精神的に、まあ大崎さん参りやすいか、精神的にね、大崎さんはそう参りやすい。あとこうやっぱ YouTube やれる人って、その人望とか人徳だと思うんですよ。本当にその自分が結婚式とか挙げた時に、何人そのお客さんが来てくれて、誰何人がその無償でね、喜んで出し物をやってくれるかみたいな、なんかその、うん、だから私結婚式嫌いなんですけど、そこでなんかその人徳図られてるみたいなところが、その YouTube にも感じるというか、考えすぎでしょ。やっぱ YouTube をぐっとこう力入れて始めた人はみんな人望があるなと思いますね。スタッフの人がやっぱこの人と一緒に作ったら絶対面白いと思ってくれてるからやるわけじゃないですか。なんか奥さんも YouTube やってないですよね。やんない。なんかなんかもしかしたら、そのそれ分かるって今言ってくれてたら嬉しいですけど、うん、本当に分かるから。でもぼんやりとなんかこういう人になりたいっていうのはあって、私は本当に一番理想なのは、あの恵比寿さんみたいになりたいんですよ。もともとそのタレントさんとして恵比寿さんのことすごい好きなんですけど、あの秘書ガイドで昔コラムとかも書いててめちゃめちゃ面白いんですよ。 まあそれもあるんですけど、あの一回ね、九州でヤマケンさんって言ってたそのパチタウン TV っていう番組のゲストに来てくれたってことがあって、その時にそのまあパチンコホールで収録するんですけど、そのホール周辺のその街ブラもついてくる収録で鹿児島行ったんですよ。でその天文館のあのアーケードのあたりをちょっとこうフラフラ散策してて、であそこにね、ボートレース場のチケットセンターみたいなのがあるんですね。走ってないけど、そのモニターでこうレースやってて買うみたいな。でそこに何の許可も取ってなくて、やっぱその今結構みんなボートの仕事とかやられてますけど、もうしっかりこうコンペとかあるんですよ。どのライターさんを生配信に使うとか、いろいろそのコンペあって、いろんなこう代理店さんとかがこういろんな案だなんだプレゼンして、やっと通ってて、結構その下準備とかがあって仕事がこうね成り立ってるんですけど、恵比寿さんがふらーっとその行って、チケットセンターにで収録したいんですけどっていきなりですよ。いきなりって、多分そんな通るようなところじゃないと思うんですけど、恵比寿さんなら大歓迎ですみたいな、ウェルカムウェルカムで、であっさりそこ撮らせてもらえることになって、でそのボートレース場でお客さんがもうわーってすごい沸き方するんですよね。みんながこう大歓迎みたいな、なんかみんなにこう仲間と思ってもらってて、 あんなにこう愛されてて、で別にすごい勝ったりしてるわけじゃなくて、まあ、むしろ負けてるじゃないですか。あんなにこのなんかこう仲間だと認めてもらってる人見ないなと思って。ライターだとね、やっぱこう好かれてもいるけど嫌われてもいるので、やっぱもう例えばそのホールで今収録とかしてても、あいつコテハンしてないかとか、すごいなんかこう嫌な目で見られてたりとか、なんかあいつらパチンコ打ってギャーギャー言ってるだけでめっちゃ金もらってんやろみたいなので、そういうなんかね目で見られてたりもするんで、まあしょうがないことなんですけど、だからなんだろうな、あんなにこの好かれてる人、よかった、ちょっと見てな、感動しちゃってするねって感じですけどね。ああなりたいなってすごい思いました。それを思うと、奥さんが一番近いんじゃないかなと思ってるんですよ、恵比寿さんに。恵比寿さんってタレントさんだけど、タレントさんじゃないです。本業が漫画家さんっていうのがあって、で、その、変な人として出てるじゃないですか、テレビ。ずーっと変なおじさんとして出てるから、まあ、大木さんも変なおじさんじゃないですか。ねえ。そう？ねえ、変なおじさんです、大木さんは。やだよ。まずおじさんはやだし。私はそれが大木さんか、そのガイドのライターでムム見間違いさんという人がいるんですけど、ムムさんが奥さんだと思ってるんですよね、それができるので。でもムムさんね、メンタルクソ弱いんですよ、本当弱くて、だからああいう仕事とか多分ハゲてきちゃうんで、本当にムムさんね、ちょいちょいハゲてきちゃうんで、ああ見えて、だから多分ね、ムムさんメンタルが持たなくて、どっかですぐ仕事ばっくれちゃうかもしれないから、いやだから奥さん、なんかそういう人になってほしいなと思う。ああ、いいかもしれないですね。もうパチンコはパチンコの中だけで仕事してるから、やっぱね、それが辛いなって思うんですよね。その去年単行本と写真集出したんですけど、やっぱこの単行本を読んでほしいわけですよ、うん、正直に言うと
まあそれが自分の本職だとも思ってるし、やっぱなんかまだそういうの読む人が、まああれも別に単行本ではあるけど日記なので、そんなこうしっかりした文章を書いてるわけじゃないんですけど、コラムみたいな、でもそういうのがまだその需要がある世界であってほしいなっていう気持ちがねありはしたんですけど、やっぱそのやっぱね現実がね、そのまだまだとみたいなところがあって、売れてないわけではないんですけど、なんかこう広がらなかったなとは思ってて、広い人にこのねちょっと読んでもらえるものを書きたいなっていう気持ちがものすごくあって、だから私は本当に奥さんがサンジャポとかに出るようになって、あーいいね、普通のその地上波とか広いところで、なんか変な人が、変で面白い人がいるってなって、こっちまで引っ張ってってもらえないかなって気持ちがあるんですよ。僕は人を引っ張る人間じゃない。奥さん頑張ってください、よろしくお願いします。これからもどうかご健康で。本当にね体怖いですよね。すごい編集点作ったね、うん、奥さん健康なのかな。健康です。お酒あんま飲まないですよね、はい、きっとね。よく喋るね。あ、もう2枚終わっちゃった。もう全然喋るね。3枚目これやります。これだけで別に前後編でよかったんじゃない。何も来ないからね。でこれ下手したら前半当たり前なしで、なしで。あー、金来た。これが来るのか。熱い金スマ閉まりました。先読みは絡んでないけど、絡んでないのか。保留変わんないかな。あれ金ね7割以上あるんですよ。じゃあ大丈夫。めっちゃ熱い。おい骨、おいこれからカロカロ保留変えろ、保留変えてくれ。どうよ。やっぱ一応先読みチャンス入れてるんで保留変化欲しいです。なくても当たる時あるけど、リサちゃんボタン、リサちゃんかわいい。リサちゃんなんかのキャッチフレーズみたいなのがあって、図柄になんかこう書いてるんですけど、リサちゃんね東洋の秘宝って書かれてるんですよ。なんか何が面白い。 AVU とかにつけるみたいなキャッチつけないであげてよと思うんですけど。何が面白い。そういうこと言うとちょっと奥さんから嫌われるんですよ多分ね。いい東洋の秘宝ってみたいな。この間、熱海の秘宝館に行きましたね。熱海の秘宝館あるね。あ、でもグラビアでもあるのか。何話のブラックダイヤモンドとかあります。あ、初テンパイめっちゃ熱い。え、8テンパ熱いの。ケージは8テンパイ熱いのでね、8テンパ熱いです。で、7テンパイは4500濃厚になります。うわ、来た金、これめっちゃ熱いぞ。これは当たるな。これは当たりますよ、さすがにな。ちょっとキセル入んないかな。これは当てたいです。当たらないと困る。めちゃめちゃ熱い。先読みは絡んでないけど、なんか意地でも変わんねえぞっていう感じするしね、保留も。これ発展ですね、はい。で、こういうその金来た、襖の金来た、初天杯来たって、ここまでてんこ盛りで持って、ここ SP ロングで、ちょっとね、カットイン来ないときにちょっとだけ不安になる。カットイン欲しいんだよ。欲しいんです。うん、何3って。もしやカットインの煽りすら怪しい。3なのかね。3なの。3でしょ。あ、これね、これね、頼む赤でいいから出てくれないと。稲妻割れんじゃん。これちょっと一瞬不安になります。こんなに横子強いのに、横子強いから。なんか押し切ろう。尻すぼみな、ね、押し切って燃えて7、燃えろ、いけ、ほら来た。うわ出た、最悪じゃん。よし、頼むうーわ。こういうのでカスタム絡んでないから当たんねえだろうって分かったような口でコメント残すやつ、ほんと滅びてほしいです。いるよね、滅びてほしい。多分この番組の見てる方多分そんな人じゃないと思いますけど、本当に牛尾さんもおっしゃってましたけど、コメント欄温かいですもんね。そう、このあの多分奥さんとか牛尾さんが好きで、奥さんと牛尾さんが好きだって言ってる人のことも好きになってくれる人だと思うんで、そんななんかバカみたいになんか鬼の首取ったようになんかそりゃ当たると思ったんかみたいなこと言ってくる人いないと思うんですけど。いやでも女子ってやっぱ僕らよりもいたら燃やしてやりたいです。ほら角度からいろんな意見を誰から何か言われたわけでもなんかだんだんなんか今までのクソコメのことを思い出して腹立ってきました。こういうとこあるんだよね。ここでもああいうのを外すっていうのもそれまたスター性ですから。本気で思ってるから、ね、私は多分負のベクトルのスター性に恵まれてるんだと思って生きていきます。その通り。あ、これこそ先読みだ。これ先読みだな。これこそ先読みです。お詫び、お詫び、お詫びってあるから。
あれ多分減ってるね。最高最高最高です。ここでも今先読みしてましたね。放って出ててその辺の熱い、これはいただきました。今度は完璧にいただきました。はい、ウミンチュの目覚めの負けです。これリーチのセサです。ハイパーロングかな、確かハイパー SP かもしれないけど、これはお詫びの変動よ。どう考えても3に見えるけど、こんなの、うん、で、4500の当たりが濃厚になる演出っていうのがいくつかあって、トラホリューだとか、後期いいね、トラホリューとか、そのトラ柄とか、あとレインボーだとか、七天杯の当たりとか、あと直江プッシュマンかとかね、いろいろあるので、まあ、そんなには絡まないですけど、そういうのが出れば、あの4500濃厚になります。あ、リーチね、やっぱ違う、そうだよね。で、これでハイパーロングですね。これはもろた、ハイパーロングです。え、怪人って言ってた、ウミンチュじゃないの？え、ウミンチュでしょ。ケイジってマジでね、あ、これ強いフラッシュですね。マジで分かんないのあるんですよね。怪人って今読んでましたね。本当にずっとウミンチュって読んでましたけど、まあいいや。あ、勝手に来ない、勝手に来ないけど大丈夫だと思います。これはこっちは、さっきより強い、先読み絡んでる分当てます。という感じです。これはマジで意味わかんない、本当に意味わかんないよ。こっちは当たっていいだろう。は？あ、違う。あ、これダメだ。いや、ちょっと長いと思ったのに。だからそれがいいじゃないんやな。ほら、あれや、なんかさっきの外れたのはカスタム入れてるからやみたいな人。カスタム入れても外すときは外すんすよ。2万9000円投資で前半を盛り返します。朝。きついってこの展開。でも、こんだけ当たりゼロですよ、はい、言っちゃえば、うん、でも、うん、全く違和感なく動画として完成度の高い動画を見てました。僕は大したもんですよ、うん、当たりゼロですから。確かに、うん、いや、すごいな、当たりゼロでここまでずっと喋って。これ八百屋こか使いでこの展開だったらキャリア終わってます、あいつ。いいとこ、はい、いいとこ攻めたね。そこは閉店くんじゃないんだ。閉店くんは逆にあの当たりゼロで、ね、うん、あの評価されてしまいましたから。いや、すごいね、やっぱ森本さんは。あのね、やっぱね、昨日今日のやつじゃねえ、うん、例えば今日日来店マンみたいな、来店マンみたいな、そうとかで、やっぱね、ツイッター一本でなんかすごい頑張ってる、うん、活躍してる子とかもいるんですけど、やっぱりね、おもてなしで見た時にやっぱ違う、うん、違うね、違う、うん、その辺の違いをやっぱりね、実力の差といったらもうあれだけど、うんうんうん、感じてしまうな。確かにね、うん、いや、こんなにこう見どころというか聞きどころというか、うんうん、心地よく大当たりゼロ回の作品を見れたのは初めてじゃないか。あ、確かにね、はい、0点回の100点どうですか、うん、あ、全然うまくない。え、そのデブ回の何だっけ、痩せ多分痩せって言葉が好きなんでしょ、あなたは。そうですね、豚として。だってもうさ、サモハンキンポンみたいになってる。そんなこと言うのやめてくださいよ。え、なんすかこれ。ブーって。はい、もうだんだん牛尾さんが壊れてきましたんで、はい、今回はここまででございます、はい。果たして後半大当たりは引けるんでしょうか。乞うご期待ということで、はい、また次週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。